皆さん、こんばんは、ティライです。今日は日本プロデュースシーズン2が4月8日に放送するって聞いたから、日本プロデュースシーズン2を見た韓国反応を見てみようと思います。まあ、素直に言って、なんか CJ が韓国で認識が良くないから、いろんなコメントがあると思います。まあ、早速始めますね。最初は、個人的に歌は高いし、ダンスは簡単な方だと思う。前に比べエンディングが普通で残念。こう前なんかシーズン1でなんかこう、こうエンディング表情が韓国でも結構話題だったんですよ。歌いいね。そして男バージョンに渡するの？女性のバージョンはしないみたいね。シーズンがまた始まるのをめっちゃ短く感じる。もう確かにちょっとシーズン2がちょっと早いですね。シーズン2するのねって書いてますね。日本なんで真似するのって、この下に真似するのではなく CJ がするのよってこう書いてるんですけど、悪くないね、歌いいねって書いてますね。そして日本プデュー、いつ始まるの？めっちゃ遅いねってこう書いてますね。こう下に4月1日は特番で7日から始まるらしいってこう書いてるんですけど、多分8日だと思います。そして今回のシーズンは投票で1からもうすでに51名を脱落させてから始まるって聞いた。タノス先行だねって書いてますね。タノスは映画オベンジョスに出るキャラクターなんですけど、こうフィンガースナップでなんか生命体の半分を減らしたんですよ。今日本のプロデュースもなんか半分減ったから、なんかこれを使ったんだと思います。こうハリウッドの映画がこうなんか人気なので、だからなんかこういう言い方なんか、こういう言い方をしたんだと思います。そして、ダンスがあんまりって書いてますね。ダンスが今回はチェヨンジュンじゃないのか、なんか古い感じがする。シーズン1は大丈夫だったけどって書いてますね。なんか、この下にも歌はいいけどダンスがあんまりって、エンディング表情を期待したのに普通で失望した、わらわらって。なんか韓国の反応はこういう感じです。ちょっと探してみると記事にもなったんですけど、タイトルがエスクスに似てるって書いてますね。ここでも101名の中60人が残ってるって書いてますね。そして全体的にシーズン1に比べ実力は良くなったっていう反応と、エンディングが前よりおとなしくなったってこう書いてますね。まあ最後には前のシーズンに比べ韓国人練習生はいないけど韓国語ができる練習生が増えたってこう書いてます。まあ韓国語もこういう反応なんですけど、なんかこうエンディング表情、こうエンディング表情については韓国の場合なんか素直に言ってちょっとからかってるのも結構多いと思います。まあもちろんその時なんか可愛いって思った方もこう多かったんですけど、反面なんかこう批判的に思う方も結構多かったんじゃないかなって、そう思います。でもなんか今回も期待してる方も結構多かったのかな。まあこの記事の下になんかこういう記事もありますね。なんか喧嘩、悪実なコメント、韓国練習生対象させて日本版プロデュースデビューアルバムは韓国で準備って書いてますね。めっちゃ先導する記事だと思います。なんか前僕がこう J1 の韓国反応を見た時あるんじゃないですか。こういう反応を見たらいつもなんか
韓国練習生の話なんかいつも出たんですけど、だからちょっと誤解してる方が多かったのかな。まあでもなんかこういう話題になるから、今回は韓国人練習生も募集しなかったし、なんかこう表情、エンディングの表情もしなかったかもしれませんね。まあ韓国で CJ はいろいろなんかあったし、韓国練習生もいないから、韓国から見る人もなんか少なった気がするんですけど、まあ韓国を気にせず、こう日本のプロデュースを楽しんだらいいと思います。個人的には京介さんの歌がめっちゃ好きなので、僕はすごく楽しみです。まあ今日はここまでです。僕の動画見てくれてありがとうございますね。ラクラク。